それだけだけど。はい、どうもタカです。今回は、友達4人で奥多摩の方に行ってきました。今までで一番大人数での撮影だったので、僕自身すごく楽しかったです。今回使ったカメラがこちらになります。オリンパスのミュー2というモデルになります。使ったフィルムが、こちらコダックのカラープラス、こちら、ISO ISO 感度が200になります。400よりも200で撮った方がちょっとほわっと撮れる印象なんですけど、その雰囲気も出ていますので、ぜひ注目して見てみてください。あとは今回 GoPro を車に取り付ける器具を購入して使ってみました。その辺もぜひ見てみてください。それでは、最後まで動画の方ご視聴よろしくお願いいたします。全然違う君の悪い癖もまだわからない。まだそのままの君を知りたい。今のそのままの俺らでいたい。どの辺が嫌なやっぱ俺に似合わない。何だろうな。君の悪い癖お料理とか方にありまして、はい、多くの方ケチャップ入れると思うんですけれども、はい、じゃあケチャップを抜いて、はい、まあ、チャーハンのような形にパラパラの形みたい。そうですね。スポンサーついた。But I never took a groupie out to eat. See, I've been ballin', I've been poppin', I've been bubblin', I've been buzzin' in my city. Women love me, think I'm pretty, and they confirm it whenever they see me in person. If I said it, I meant it, I said it on purpose. Don't sleep on that furnace, cause boy, we hot. And then my job to make you think and make music that you feel, then these songs should make you sing. Oh, oh.
guess we never know what we need to know or where we need to go. Mind it right, feel like I'm Ichiro. I shed light, they need to grow. Fuck them all, fuck they friends, fuck they car, fuck your brand, fuck your blog. It save money, we an army full of generals. Here to push the envelope and change what they think. It's my job to make them think and make music that they feel. So these songs make them sing like, oh, 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 wherever you go. そうだね。This is DJ on the station that snaps your crush your fat ass. What a fat ass. Hey, I met you last night, baby. 私は1まで落ちちゃったかな。夏バテ？もう65だったんちゃう？最近？うん。それどうの？調子はいいの？調子的には。調子いい。じゃあ65がベストってこと？なんか俺の体重だと65がベストらしい。え、あ、身長体。そう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 。ね、そういうの知らない。107だっけ？身長。あ、びっくりした。107cm。俺ちっちゃすぎる。もうこれ運転できねえよ。奥さん満足してる？いや、僕してる。使い方うまい。使い方うまい。治安にも危険。映画本当に困ってる。一番やめてほしい。あと、いや、1時間以上。今何時？今12時6分。明暗休憩しなくて大丈夫？うん、全然平気。本当大丈夫だよ。大丈夫なんだ。お前が大丈夫っていうことだよ。俺が言うだろ。明暗？違う違う違う、やめろ、緊急じゃねえ。後ろ寄った方がいいんじゃない？ここら辺もいいよな、なんか緑が多く。確かに相模原だ。はい、動画はいかがだったでしょうか。やっぱりこういう風に友達といつもと違う土地へ行っていろいろものを見て、時間を共有するっていうのはすごく楽しいなっていう風に思いました。また動画を編集してる時もすごく楽しかったです。今回はちょっと昔風の、ビデオっぽく、編集してみました。なんかこうホームビデオ感もあってすごくハマっていたんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。また次の動画もどんどんアップしていきますので、また次が出た際にはチェックの方よろしくお願いいたします。では最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。